はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。今日は少年野球審判講座ということで、元パリーグ審判の山崎夏夫さんとオンラインでつないでおります。山崎さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日も質問が来ておりまして、この前内野ゴロでスリーフットレーンを走っていたら、相手の悪送球でレーンを塞がれてしまいました。激突を避けてスピードを落としてしまいアウトになりました。どういう行動が正解なのかよろしくお願いいたしますということです。まあ、ファーストがちょっとこうレーンまで来てしまったっていうだと思うんですけれども、はい、この場合はどうしたらいいんでしょうか。確かにそうじゃん、残念ですけど、こういったプレーはもう成り行きですね。はい、どちらもね、走る権利もある、守る権利もある。このスリーフトレーンの中走らなければならないっていうのは、あくまでも一塁手が捕球を妨げないためのルールなんですよ。はい。ね。だから大体頻繁に起こるのは、まず本塁近辺からの送球に対してなんですね。そうですね。はい、で、野手の悪送球に対しては、もうこれはね、故意でなければ、スリーフトレーンの中を走っていなくてもアウトにはなりません。ましてそういう悪送球になったケースなんかでしたら、打者走者の責任じゃないですから。うん、まあそうですね。はい、守備側の責任なんです。うん、とはいえ、やっぱりね、フェアプレーの観点から、安全性の観点から、避けてはもらいたいですね。なるほど。俺はもうここ、走る権利あるんだからと、激突しに行く。うん、これはやっぱり非常に危ないですし、やっぱり取りに行った一塁手の守備もね、尊重してあげなければならないと。ただもうそれがね、どちらももういっぱいいっぱいで避けきれなかった。その上での衝突してしまった。これはもう仕方ないです。ナッシングです。うん、はい。これもね、ただ、今のは送球に対するものですね。そうですね。はい、打球処理している、例えば一塁手だったら、話は別なんですよ。もし一塁手がね、はい、フェアフライ、あるいはファールフライが上がりました。そして、スリーフットレーンの中で、こう、補給体制に入っている。はい、だけど、打者調査は、いや、俺はここを走る権利あるんだからと言って、ぶつかった。これはもうね、ダメです。そうですね、守備妨害です。はい。そうなるんですね。その場合には打者走者はスリーフトレーンの外を走って避けなければなりません。ね。だから勘違いしてほしくないのは、打球に対する妨害っていうのはノー文句なんです。はい。故意か故意でないか問わないんです。送球に対する妨害っていうのは、故意か故意であったかを、中身を見なければならない。この差があるんですね。だから送球に対する結果的な妨害になったと、あるいは走塁妨害や守備妨害になった。これはイーブンの関係なんで、ほとんどのケースはナッシングになります。まあよくね、これもあるとは思うんですよね。はい。ちょっと送球がそれたとか、まあ少年野球だったらもうたくさん出てくる。まあ一試合に何回も出てくるかもしれないですけど。そうですね。はい。そこの判断ですね。まあ、そうですね。打球でのものではないので、できるだけこう安全に、はい。打者、まあ、走者になったときは、安全面っていうところを考えてもらって、まあ、わざとぶつかったりしなければ、もう仕方ないっていうところなんですね。そうですね。やっぱり野手っていうのはね、自分のプレーにいっぱいいっぱいなんですよ。そうですね。来る送球を取りに行きますから、走者まで見る余裕はなかなかないんです。だけど、走者は野手の動き見えますから。はい。だから、できる限りはね、避けてください。そして、結果的に避けた結果、スリーフトレーンの外にいたとしても、それはね、全然、アウトの対象にはなりません。まあ、そこを審判の方がよく見ていただくというところですね。はい、そういうことですね。はい。はい。わかりました。今日はですね、スリーフットレーンの、まあ、悪送球でこう、塞がれた場合について教えていただきました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。では、本日はこれにて、厳選！